ちょうどですね、じゃあさ、うん、多分ですね、うん、先ほどの十字、うん、十字のライトをここに入れてもらった方が、入れた、これ施工前ですね、うん、拡大された方が、おお、ね、いや、こちらがですね、先生、もうちょっとこちらにこうやって入って、ちょっと、はい、あ、今行きましたね、ちょっとピントがうまく、もうちょっと弱めか、あ、そうですね、いい感じです、はい、先生、いい感じですね、あかん、あ、いいです、あ、いい感じです、はい、OK、はい、これが施工前です、そのままスライドしてください、待ってよ、そのままスライドしていただければ、次が軽研磨ですね、1階の研磨でこれだけ取れます、お前だいぶ切れてる、でも線は残ってますよね、抜いてる、何本かバーって、あらまあ、ちょっと目立ちますよね、うん、次が重研磨、これ2回、3回した場合、本当ないやん、もうないけど、多少前後してもらったら、あの傷がですね、まだここら辺とかありますよね、見えますよね、あるはい、傷が止まるんですよ、ありますよね、はい、重研磨でも深い傷やっぱ取れない時があるんですよ、あらでこれをさらに重研磨の4回5回プレスするとないです、ほんまないわ、ないですよね、はい、その下のこの上のちょっとしたあれは多分と 傷だと思うんですけど、ね、されてる、はい、ないでしょ、ない、この違いないわ、この重研磨のこれ 4だから今回は、うん、一楽さんのこの緑のポルシェは4回、うんループしないと、うん、取れんってことや。そういうことか。そういうことです。そういうことか。広げてもらった。そういうことなんです。だから大工作業なんですよ。あ、お前もうないわ傷が。はい。こっちここもまだ綺麗けど、ほんまちょこっとある。ちょっと乗るよね、うん。はい。それが嫌っていう人がいるんですよね。あるある。磨き屋で言うと追っかけるって言うんですけど、永遠と追うんですよね。重研磨になると。そうか。ね、スペシャルの勢いです、こっちの、ほんまやね、だから時間かかるんです、そうか。へえ、じゃあやっぱり何回やるかによって変わるんだ、そうですね、でもあんまりやりすぎると今度クリアが、うん、クリアの層があるので、そうよね、クリアが飛ぶといけないので、へえ、まあ、そこをだからこんなだけで、まあ、背負いながらやらなきゃいけないっていうことすごい、はい、まあ、これで分かりやすいと思います、分かった、はい、そんな感じで、いや